今回はですね、結局プロサッカー選手になるには何が必要なのかについて話していこうと思います。なんと僕が YouTube を始めて早くも2年が経ちました。奥さんの顔を変に編集して素材として使ったり、まあ、チームメイトのことをいじったり、息子の可愛いシーンで尺を稼いできたこの僕が、今日は少し真面目な話をしようかなと思います。本当にプロになる上で大切なこととか、あと実際僕が隠してきたこととか、まあそういったことをね、話していくので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。最近ね、とても嬉しいことに少しずつね、登録者が増えてきて、まあ、たまーにではありますけれど、グラウンドで声をかけていただいたり、まあ、コメントとかも多くもらうんですけれど、まあ、これ僕だけじゃなくて、こうやって YouTube だったり TikTok で発信している方のコメント欄で必ずと言っていいほどある質問が、どうしたらプロになれますかっていう質問だと思うんですね。で、見てみると、そのコメントに返信していなかったり、練習あるのみですって返している方もいました。で、ふと自分のサッカー人生を振り返ってみて、なぜ J リーガーになれなかったのかって考えてみたらですね、ある一つの結論にたどり着きました。それはですね、覚悟だと思います。これあくまでね、僕の話になってしまうので、まあ、全然ちげえよって方もいるかもしれないですけれど、まあ、最後まで聞いてもらいたいなと思います。こちらのセレクションの動画で細かく話しているんですけれど、僕中3の時に山梨学院のセレクションに行かせていただいて、まあ、何百人中何人っていうこの狭き門をですね、合格しまして、よし、ここから3年間頑張ろうと思ったんですけれど、まあ行くのをやめたんですね。で、行かなかった理由としてですね、まあ、坊主になるのが無理とか、きつい走りがあるのが嫌だみたいな感じで、まあ周りの友達とかチームメイトには伝えたし、実際ね、親にもそう言いました。まあけどですね、今思うと、というより、まあ本当は内心ビビってたっていうか、まあここで1年生からスタメン取って、まあ選手権プレミアで活躍して、まあ高卒でプロになってやるっていう夢はですね、まあ心のどこかで、まあ無理だと思ってたんですね。でもその理由で行きたくないってことを周りに伝えるのも恥ずかしいわけなんですよ。で、その時中3なので、まあちょっと格好つけたいというか、まあ周りの目っていうのを強く意識しますし、まあ何よりね、山梨学院のセレクションに受かったやつっていうのがね、まあ相模原市内でちょっと有名になってしまったんですよ。まあそれに僕は協力して、まあ周りからよく思われたい、ダサいやつでいたくないっていうような気持ちになったんですね。で、普通に地元の高校に入学して、グラシアンのユースに入団しました。まあそれがまず中3の時のちょっとした失敗と言いますか、まあ覚悟のなさだったかなっていう一つの失敗なんですね。で、月日は流れ高校2年生、高校3年生くらいですね。次はですね、大学サッカーっていうのを視野に入れ出して、またセレクションとか練習参加っていうのを受けに行きました。まあ、5、6校くらい行かせてもらって、一応合格内定もいただいて、まあ、その中にはね、強豪校と呼ばれる学校もありました。もう1年生から A チーム登録するよって言ってくれるところだったり、まあ、Iリーグから経験を積ませて、早い段階で A チームに上げたいって期待してくれるところもありました。まあ、山梨学院のセレクションの失敗があったので、まあ、なるべく強いところでビビらず行くぜっていう思いがあって、その5、6校の中で一番強い大学に行こうっていう気持ちは、ありましたし、まあ、行くぞっていう決心は決めました。けど実際に行くってなった時、入学費用とか4年間でかかる額面っていうのを見た時に、こんなかかんの？マジ親に迷惑かけられねえって一番最初に思ったんですね。まあ、奨学金はもちろん借りますけど、まあ、それ以外の部分でもたくさん大学っていうのはお金がかかるわけじゃないですか。で、勘違いしてほしくないのが、まあ、前のセレクションの動画でも、まあ、親がダメだろそれはとか、親に問題があるみたいなコメントありましたけれど、まあ、これはね、決して両親が悪いわけではなく、最終決断っていうのはもちろん僕がしてるので、まあ、僕がそういう決断をしたっていうだけです。両親もまあ、言ってはいいよとは言ってくれてます。まあ、そこは勘違いしてほしくないなと思います。まあ、けどね、問題はそこじゃなくて、今日のこの動画のキーワードの覚悟ってところなんですよ、結局。まあ、4年間でこんだけお金がかかるって分かった時に、一番最初に親が大変だとか、親に迷惑がかかるっていうような思考になるのが問題なんですよ。まあ、これっていうのはつまり、この払ってくれたお金、プロになって倍以上にして返してやるよって、親に言えないことの方が、まあ、僕自身の問題だったんですね。まあ、それって裏返してみれば、4年間でプロになる自信がないっていうか、まあ、気持ち的にもね、プロになれなかったらどうしようとか、俺がサッカーをやっていてお金がかかるんだったら、それは迷惑だな、みたいな、こう弱気な姿勢になっている自分っていうのがいたんですね。まあ、もちろんね、親にお金を返すためにサッカーをしているわけじゃないですよ。それはね、サッカーが好きだし、サッカーで飯を食いたいって思っている、まあ、僕の夢なので、自分のためにやってるのは間違いないです。でも、どの道僕にはその覚悟がなかったんですよ。まあ、多分ですけど、入学しても途中でやめて
てたと思うし、まあ4年間でプロになれなかったら、まあ環境のせいとか、コーチのせいとか、監督のせいとかって、他の何かのせいにするのが、まあオチだったかなと思います。まあそんな感じで、大学の進学に関してはね、まあちょっとね、お金が関連してるっていう部分はありますけれど、まあここもね、またちょっと自分の覚悟が足りずに、まあ自分の行きたい進路というか、まあ高校の時の失敗っていうのが活かせなかった時ではありましたね。で、また月日が経ち、次はね、社会人サッカーからね、どんどん上のカテゴリーを目指そうとします。まあ、J リーグの一個下のカテゴリー、JFL で活躍するっていうのを一つの目標にして、まあ、チームをね、探すことに決めました。で、ここら辺からですね、夢を諦めたわけじゃないんですが、一つずつステップアップしないとダメだなと思い始めて、まあ、っていうのもですね、まあ、いくら実力があっても、実際に出さないとダメなんですね。まあこれはね、どの世界においてもそうなんですけれど、いい選手が入るらしい、有望なやつが入るらしいで鳴り物入りで入ってきたとしても、まあシーズン0得点だったら何も意味ないし、逆に誰お前みたいなやつが、まあ、バンバン点取ってチームを勝たせれば、おのずと評価もカテゴリーも上がっていくと思います。まあここにですね、過去の経歴がとかコネがとかつてがっていうのは一切関係ないんですよ。とりあえず下のカテゴリーからでも、まずは結果を出さないといけないなと思い始めたんですね。けど県の3部とか地方の2部リーグとかからやってもしょうがないので、まあ、ギリギリ僕が頑張った結果を出せるところと、まあ、下すぎないカテゴリーでこういい塩梅のところでチームを探しました。まあ、チーム名とかここでは伏せますけれど、まあいろいろ受けてチームの雰囲気とかカテゴリーとか仕事のアステンなどを加味して、まあ、東北のリーグのクラブに行こうと決めました。まあ、監督とか家とかの話もして、ま、いろいろこうだんだん決まっていって、もう今度こそはと、もう今度こそは俺も大人だし、まあ、自分の道は自分で決めきる。まあ、そう思ったんですね。で、結果的に、まあ、そのチームには行かなかったんですよね。まあ、ここまで幾度となく失敗してきた。幾度となく同じ気持ちを決心したのに、まあ、行かなかったと。で、理由としてはですね、その時僕はですね、今の奥さんとお付き合いをしていて、まあ、二人で住もうかとか、住まいをどうするか、仕事をどうするか、みたいな話をしていた時で、まあ、お互いの人生のちょっとした岐路に立たされていたんですよ。で、東北のクラブに合格したことも伝え、まあ、奥さんも行きたいなら行けばって、背中を押してくれたんですよ。けどさ、俺はもう社会人だし、仕事もしてると。だったら、俺が頑張るから一緒に来てくれよって、覚悟があったら言えたはずなんですよ。まあもちろんね、その時に奥さんが、寒いからやだとか、まあ神奈川がいいみたいに言ったら、まあこの話はちょっと終わっちゃうんですけれど。けどそうじゃないわけや。俺が勝手にサッカーやってるし、俺の都合なんだから、俺が頑張ってやればいいだけなのに、まあ夢のために一緒に来てくれないかって、言えなかったのよ。やっぱりあれこれ行かない理由をつけて、まあ、無駄に格好つけて行かなかったのよね。で、結局これを最後にステップアップをするための移籍っていうのはしなかったんだよね。まあもちろんね、上手いやつはどこ行っても見つけてもらえるし、まあプロになるにはね、才能とか実力っていうのはね、絶対に必要になってくると思う。けど、俺がプロになれなかったのは、まあ、才能とか実力はもちろんだけど、まあそれ以上に覚悟の部分が足りなかったと、今ゆっくり思い返すと感じますね。まあちょっと名の知れた選手とか、まあ J ユース出身のエリートとかめちゃくちゃ上手くて、うわこういう選手が日の丸背負うのかっていう選手もね、見てきました。けどプロになれなかった、なんならサッカーをやめたっていうケースも同時にたくさん見てきました。その人たちは絶対実力ではプロになれると思う、まあ、けど友達といた方が楽しいとか遊んでいた方がいいわって感じだったので、まあ、もしかしたらね他にもいろいろ理由はあったのかもしれないけど、まあ、そういった部分も見てるとやっぱり覚悟の部分だったのかなって思いますよね。逆になんでお前がみたいな選手をプロになって活躍するケースっていうのも見てきて、まあ、失礼な話、毎試合した時は存在すら認識してなかったぞみたいな選手がプロになったりもするんですね。けどそういった選手は、まあ今の時代 YouTube とかテレビの取材とかでいろいろ学生の時の話とかを聞くと、すべからずみんな努力してるし、やっぱり覚悟っていう話になるんだけれど、上みたいなのをすごく感じたんですよ。で、この上っていう部分は、まあ、すごい大事だと思う反面、まあ、この気持ちを持つって日本ではかなり難しいことだと思うんですよ。まあ、それはね、なぜかというと、まあ、日本でサッカーをして高卒、大卒、もしくはユースから昇格してプロになるって目標を決めた時に、まあ、夢を決めた時に、まあ、仮にダメだったとしても、まあ、僕みたいに、ああ、じゃあ社会人サッカーからプロを目指してみようかなとか、海外に武者修行してみようかなとか、まあ、サッ
ッカーは趣味で普通に仕事しようみたいな感じで、まあ、変な話、プロになれなくても死ぬわけじゃないじゃないですか。わかります？けど海外っていうのは違くて、まあ、貧困のスラム街出身の選手たちっていうのは、まあ、そうはいかないじゃないですか。まあ、YouTube とかテレビとかで、すごいスーパースターの選手たちの、まあ、出身地とか、昔の話っていうのが、まあ、よく出ますよね。まあ、そういったことで、まあ、プロになれなきゃ飯が食えない。プロになれなきゃ死ぬっていう世界線なわけじゃないですか。しかもその時間制限、リミットっていうのが、まあ、10代のうちとかなんですよ。10代のうちに家族を養えるレベルの金を稼がないとっていうことですね。まあ、そんなリミットも決められてて、命も決められてるんだったら、そりゃ死ぬ気で練習しますよね。まあ、だからやっぱりその日本と海外の違いっていうか、まあ、日本はね、こんなに幸せいっぱいの国なので、まあ、ここまでのハングリー精神っていうのを日本で作るのは少し厳しいかもしれないですけれど、まあ、覚悟を持つ、絶対にプロになってやるっていう強い意志を持つことはね、できると思いますので、まあ、そんなね、強い覚悟を持つことの大切さっていうのをね、今日は僕の経験談をもとに話していきました。本当にね、上手いだけじゃプロになれないっていうのはね、マジでたくさん見てきました。まあ、逆に強い覚悟さえあれば、目標を達成、継続する力があれば、才能がなくても十分プロになれる可能性があるってことも、心のどっかにしまって頑張ってほしいなと思います。まあ、この話ね、何の参考にもならんと思いますけれど、まあね、僕はこの動画一本で、もう一人でいいから、誰か一人の心にね、ちょっとでも響いてくれたらいいかなと思います。はい、それでは本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。